アントニオ・ターバー、アントニオ・ターバー、アントニオ・トバー、1968年11月21日台、は、アメリカ合衆国の男性プロボクサー、フロリダ州オーランド出身、マジックマンの異名を持つ、元 WBAWBC 世界ライトヘビー級、スーパー王者、元 IBF 世界ライトヘビー級王者、1996年、 アトランタオリンピックボクシングライトヘビー級に出場し、銅メダルを獲得した準決勝で、ワシリージロフに判定負けを喫した。1九9七年二月十八日、プロデビュー。二千年六月二十三日、全勝のまま、IBF 世界ライトヘビー級挑戦者決定戦で、エリック・ハーディングと対戦するも、プロ初黒星となる0から3、111から116、 百十一から百十六、百十一から百十六の判定負けを喫し、IBF 級王座への挑戦権の獲得に失敗した。二千二年一月二十五日、レジー・ジョンソンの持つナブフ、北米ライトヘビー級王座並びに、スバ全米ライトヘビー級王座に挑戦し、二から一、百十四から百十三、百十五から百十二、百十二から百十五の 判定勝ちを収め、ナブフ王座の獲得に成功、スワ王座の獲得にも成功した。2002年7月20日、インディアナポリスのコンセコフィールドハウスで、エリック・ハーディングと対戦し、5回43秒、TKO 勝ちを収め、2年ぶりの再戦で、リベンジに成功した。2003年4月26日、ロイ・ジョーンズ・ジュニアの王座返上に伴い空位となった。 WBC 世界ライトヘビー級王座とロイ・ジョーンズ・ジュニアの王座剥奪に伴い空位となった IBF 世界ライトヘビー級座をかけた一戦でモンテル・グリフィンと対戦3から0、120から106、120から106、120から106の判定勝ちを収め WBC 王座の獲得に成功、IBF 王座の獲得にも成功した IBF 王座は防衛戦を行わずに返上した。2003年11月8日、マンダ・レーベイホテルカジノで行われた、WBC 世界ライトヘビー級タイトルマッチ、イボ世界ライトヘビー級王座決定戦、WBA 世界ライトヘビー級、スーパー王座決定戦で、ドジョーンズ・ジュニアと対戦し、0から2、114から114、111から117、 112から116の判定負けを喫し、WBC 王座から、陥落、WBA スーパー王座の獲得に失敗、イボ王座の獲得にも失敗した。2004年5月15日、マンダレーベイホテルカジノで、ロイ・ジョーンズ・ジュニアとのリターンマッチで、WBA スーパー WBC イボ世界、ライトヘビー級タイトルマッチ、 イバ世界ライトヘビー級王座決定戦並びに WBF 世界ライトヘビー級王座決定戦を行い2回1分41秒 TKO 勝ちを収め WBC 王座の再獲得に成功し WBA スーパー王座、リボ王座、イバ王座並びに WBF 王座を獲得した7月に WBA スーパー王座を返上しその後 グレンコフ・ジョンソンとの対戦を優先し、WBC 王座は剥奪された。2004年12月18日、ステープルズセンターで行われた、イボ世界ライトヘビー級タイトルマッチで、グレンコフ・ジョンソンと対戦し、1から2、116から112、113から115、113から115の判定負けを喫し、イボ王座から陥落した。 翌2005年6月18日、フェデックスフォーラムで行われた、イボ世界ライトヘビー級タイトルマッチで、ジョンソンと再戦し、3から0、116から112、116から112、115から113の判定勝ちを収め、イボ王座の再獲得に成功し、リベンジを果たした。2005年10月1日、 タンパベイタイムズフォーラムで行われた、イボ世界ライトヘビー級タイトルマッチ並びに、NBA 世界ライトヘビー級王座決定戦で、ロイ・ジョーンズ・ジュニアと対戦し、3から0、117から111,116から112、116から112の判定勝ちを収め、イボ王座の初防衛に成功し、NBA 王座の獲得に成功した。年月日、 ボードウォークホールで行われた、イボ世界ライトヘビー級タイトルマッチで、バーナード・ホップキンスと対戦し、0から3、1 0 9から118、1 0 9から118、10 9から118 11の判定負けを喫し、王座から陥落した。映画、ロッキー・ザ・ファイナル出演のためヘビー級の体を作り、直後ライトヘビー級に落としたため体調を崩したと言われている。 アメリカで2006年12月に公開された映画、ロッキー・ザ・ファイナルで、世界ヘビー級王者役を演じた。2007年6月9日、ハートフォードのコネチカットコンベンションセンターで、エルビル・ムリキと、イボ世界ライトヘビー級王座決定戦を行い、2からで、116から112、115から113、114から114の判定勝ちを収め、 イボ王座の獲得に、三度成功した。2008年4月12日、タンパベイタイムズフォーラムで、クリントンウッズの持つ IBF 世界、ライトヘビー級王座と自身の持つイボ世界、ライトヘビー級王座をかけ対戦し、3から0、119から109,117から111,116から112の判定勝ちを収め、IBF 王座の獲得に成功。 イボ王座の二度目の防衛に成功した。2008年10月11日、パーアームスで IBF は初、イボは三度目の防衛をかけチャドドーソンと対戦し、0から3、109から118、110から117、110から117の判定負けを喫し、IBF 王座の初防衛に失敗、イボ王座の三度目の防衛にも失敗し、IBF 王座から陥落。 イボ王座からも陥落した。2009年5月9日、ハードロックホテルカジノで、チャド・ドーソンと IBF イボ世界ライトヘビー級タイトルマッチで再戦し、0から3、111から117、111から117、112から116の判定負けで、IBF 王座の再獲得に失敗、イボ王座の4度目の獲得に失敗した。 2010年10月15日、オクラホマ州オタワ郡のバンファローランカジノで、ナギヤアギレラと対戦し、3から0、98から92、98から92、98から92の判定勝ちを収めた。2011年7月20日、シドニーのシドニーエンターテイメントセンターで、イボ世界ライトヘビー級王者ダニー・グリーンと対戦し、グリーンの9回終了時期券による、 tk o 勝ちを収め、イボ王座の4度目の獲得に成功した。2012年6月2日、カリフォルニア州、ホームデポセンターテニスコートで、ラティフカヨデと、イボ世界ライトヘビー級タイトルマッチを行い、1から1、113から115、115から113、114から114の判定で引き分けで、初防衛となるはずだったのだが、カリフォルニア州、 アスレチックコミッション、シエサックの薬物検査でアナボリックステイロイドのドロスタノロンが試合後にターアから検出され、ターアーは1年間の出場停止とファイトマネー100万ドルから罰金2500ドル、20万円を課せられ、試合の結果は無効試合へ変更となった。2013年11月26日、約1年6ヶ月ぶりの復帰戦を、 ヘビー級で行い4回 TKO 勝利を収める。2014年3月、ラスベガスのカジノに2億円余りの借金返済が滞ったとして逮捕される。2014年9月29日、ジョナソン・バンクスと対戦予定であったが、ターバーが練習中に親指を骨折して試合中止になる。2014年12月11日、カリフォルニア州で延期となっていたジョナソン・バンクスと、 対戦、7回 K 応勝利。2015年6月、元恋人の女性から子供の養育費を支払うよう訴えられていた裁判で、ターバーに2012年から累積している未払いの養育費66万9千ドルを支払うよう判決が下された。2015年8月14日、ニュージャージー州のプルデンシャルセンターで、スティーブ・カニンガムとノンタイトル12回戦で対戦し、 引き分けに終わる。しかし、ターバーから試合前の8月11日に行われたドーピング検査で、禁止薬物のテストステロンと 5R、アンドロスタンジオールの代謝物の陽性反応が、試合当日に行われたドーピング検査でも 5R、アンドスタンジオールと5ビットアンドロスタンジオールの代謝物が検出されていたことが9月18日になって判明した。 2016年1月29日、ターバーが累積している未払いの養育費75万ドルを支払わないため、裁判所は、ターバーが所有する2010年製、ベンツ ML350、時価1万9000ドル相当や、アトランタオリンピックで獲得した銅メダルなどを差し押さえる決定を下した。2016年2月12日、ニュージャージー州アスレチック管理委員会から、 スティーブ・カ・ニンガム戦のドーピング違反の件で、ターバーに6ヶ月間の試合出場停止と25万ドル、約2800万円のファイトネーから5万ドル、約560万円の罰金が課せられ、試合の結果も無効試合へ変更された。試合の日から処分まで6ヶ月間を要す異例の遅い、処分決定となった。2018年8月、家庭内暴力で逮捕された。 ターバーの18歳の義理の息子のアジアテイラーからの通報によりターバーの自宅に警官が出向いたところテイラーが口から血を流していたので事情を聞くとその日の朝にはフルハウスで一緒に食事をするがテイラーが食事代を所持していなかったことにターバーが怒って口論になり自宅に戻ると体当たりをされて顔を殴られガレージに鍵をかけて閉じ込められたと話したためターバーにも 事情を聞くが顔を殴ったことを否定して、口からの出血は口論の最中につまずいて転んだ時のものと弁明したが、警官はターバーの言い分を信用せず逮捕したとのこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。